さあ、やっていこっかい。バイオハザードビレッジ。ダウンロードコンテンツがね、発売されるということで、まあ、いよいよ来月に迫っているところなんだけど。この先が城か。ドミトレスクってなんか、ああ、これ、え、これでドミトレスクキャッスルっていうの？キャッスルじゃないと思うんだけど。ほい。じゃ、これでオープンウィンドウなんですよ。ウィンドウではないな。カラスいる？カラス稲下げだね。じゃあ行けば命はないか。まあ行けば命はないっていうところの城の近くに住んでる村人たちは一体何なのって思うんだけど、まあそこに関して突っ込み入れてあげたら。ちょっとここさ、本来は池の水があるはずなのに、すごい池の水がないからなんかとんでもないことになってるね。ね。魚が泳いでるはずなんだよ、本来はね。ということで、お邪魔しまーす。やっぱね、人の家に上がるときはね、ちゃんとそのお邪魔しますっていう一言を言わないとね、やっぱ失礼なやつになっちゃうからね。ということで、リンゴはいそうだけど、こっち何？イチジクか何かですかね。はい。いいですか、皆さん、ドビトレスク城にはイチジクがあります。とにかくね、なんかあの、食べたら赤くなるそうな感じのやつなんだよね。あ、どうも。まだ生き残りがいたと。タフなやつがいたもんだ。ああ、すいません。タフです。誰だっけ、誰だこいつ。あの、ホグワーツでこんな帽子かぶってるやついたじゃん。なんか、帽子はかぶってないか。あの、フォーに出てきた、目玉がいかれてるやつ。マットをなんとか。ミランダが見たら喜びそうだ。わかんないけど。これ刺さってるんだけどさ。普通に生きてんだよね。なんか、ここまで来たらもうなんか、不思議びっくり、誠ちゃんになっちゃうんだよな。まさかのね、魔法使いが出てくるっていうオチになってるんだもんな。でも面白いのがさ、あんだけさ、機械をさ、ふわ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 浮かしたのに、持っていき方は物理的っていうね。あんだけなんか、金属まとわせて歩いてるんだったら、普通に考えれば、なんか、なんだっけ。機械を浮かしてね、持ってったらいいのにずる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 引きずっていく。面白いよね。なんかそれに我がドミトレスク家にお任せいただければ。この声優さん、そこに相手がないんだったっけ。私が見えないでしょ。最初あれだと思ったけど違うっぽいんだよな。ミミコちゃんって、うるせえぞ。あのアクション仮面に出てくるさ、ここは女の子の女子を独り占めして何が面白いってんだ。あえて抱きかかえるところがやっぱね、全員が楽しめる賞を見せてやる。なんてくだらない。安っぽいサーカスなんて誰が見るの？この男が苦しむ様は私が見せる。どうせ誰もいねえ城でこいつの何を切り落とそうってんだろ。互いの言い分は分かった。片や一方は理屈に及ばぬようだ。力を高めるというかさ、だが我が言い訳したぞ。人間にするためにその、ハイゼンベルアルギニンを飲んだりとかさ、マカを飲んだりとかってあるけど、マザーミランダ、どういうことですか。直接手を下すんだったら、飲み薬とかじゃなくて、なんか炭酸水に30秒つけるのがいいらしい。しいというのに、あの最初の多分10秒も耐えれないらしいね。慣れてない人がガタガタ言ってねえで、ね、自分がマキーヌだと認めちまえよ。なんぼだっても4万8000円だっけ。その口を落とし坊や。今は大人が話してるの。どうやだ。この人はミランダ様に立てつく。お前は責任というものを全く理解できていないよね。渋滞がでかいとエゴまででかくなっちまうみてえだな。おい、俺のことは無視かよ。静まれ。我が命は絶対だ。意義など認めぬ。カドゥを植え付けるとやっぱりねえ、ライカ言うことを聞くのかな。では親愛なる獣の諸君、レディースエンジェルメン、長らく待たせたな。いよいよゲームの始まりだ。そんじゃ期待してるぜ、イーサン・ウィンターズ。準備はいいか。おい、よさい。これ、あの人じゃないよね。元女性じゃないよね。9、わぁ。でなぜか逃げ切れると武器が手に入るというオチになってるんだよね。めっちゃ迫られてる。じゃあさっさと走ってみましょう。It's show time。 残念ながらここをちょっと散策していくっていう余裕はないので、とりあえずここ走って逃げます。ね、走って逃げれ。走れ。こっちでやってる。うわ残念、こっちだね。ほいでー
あっち行ったら普通にダメージ食らってるのかな。とかもうほんとね、スケスケって向こうの世界が見えてんだよね。やばいやばいやばい、めっちゃ飛ばされてる。上からドーン。おかえり、今日は梅肉ニンニク梅肉か。これでダメージ食らってんのかな。あ、やばいやばい。あれ、あ、タタラトゥートゥートゥルートゥートゥルートゥートゥル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 ートゥしゃがんで、あれちょっぺ、しゃがんで、はい、ダッシュダッシュ、ウェー、意外と距離感あるな。まったくよ、こっちで合ってるっけ。噂通りのしぶとさだな。おお、ご存知でしたか、しぶとさ。ここ進もうと思うと、まさか俺がお前を逃がすとでも思ったか。うん、逃がさないと、だってあなたゴリスしまってるからな。工場爆破されてもマザーミランダも倒せなくなっちゃうんですか。これ自体は残りのその三貴族プラスマザーミランダ見てるのかな。アメリカさん、アメリカ、あ、そっか、そういう意味か。なるほど。ここで作ったらアメリカさんじゃないじゃんと思ったけど、E さんの肉のことだからってことですね。まさか、あいつらがどうぞ。チカチカしてるね。よいしょ。お金、こっちもお金、お金を稼ぐのはお金、冬なのは仕方ない。骨が浮いてます。話しかけて死んでいる。屍のようだ。じゃ、返事がない。屍のようだ。くぐります。骨。骨骨の実とかあるのかな？ブルックの読み読みの実はまた別の意味だもんね。今まで来た道をこう、くぐっていくというか。じゃ、鍵カチャンと外して。さあ、皆さんお待ちかねの大きくてダウンロードコンテンツでは、寝返ったあの男が出てきますよ。5人目の貴族ってやつですね。ライオン。あれでも、ね、本当になんで無限になってんだろうな。まあ、それが不思議で仕方がないんだけど。とりあえず。オッケー。で、ここら辺になんかアイテムなかったっけ。これ本物の人間がカッチカチしてるから。だとしたら、寒いから早く服着た方がいいよ。なんか落ちてる。あ、落ちた。あ、お金もあったんだね。よし。まあ、こんだけあったらな、ウルフスペインじゃなくて、なんだっけ。うん、あっちの、うわぁ、スケスケてる。さあ、来たー。久しぶりー。お待ちしておりましたよ、ウィンターズさん。どうもどうも、波平さんプラスメグレケーブ。なぜ名前を。この村ではあなたはもう有名人ですからね。噂じゃ娘さんをお探しだと。そうなんですよ。ちょっとローズマリーを探してみます。確かにこちらの城は怪しい雰囲気ですな。ああ、お前もな。そうなんだね。私は商いをしているだけ。それどっかのガナードも言ってたんだよな。ああ、申し遅れを。デュークと申します。いかがです？武器に弾薬、傷薬、欲しいものは何でも提供しましょう。お願いします。じゃあ、ショップ何かご入り用ですか、ね、あ、そうなんですよ。とりあえず、ちょっと。これはまた見慣れない品ですな。ああ、そうなんですか。じゃあ、ここら辺。あ、あれか。これ、あ、なるほど、ね。体力がまだないんですね。食べれば体が丈夫になりそうだ。体力がつきそうだ。で、これはこれ、あと、魚の生肉がいるんですね。歩行時のスピードだから、あれなんだな。で、体力がかなりつきそうだ。それなりにつきそうだ。だから、それなりのがまだついてないんだね。でも、あと、鳥の名前に変わるから、魚、あ、魚ばっかりやん。ああ、そうだ、あなた。いい食材が見つかれば、ぜひお持ちください。ああ、了解です。とりあえず、じゃあ、いらないアイテムを売っていきましょう。これ、16個もいらんんじゃろ。あれ？ん？ああ、そういうことか。トータルでもって、あ、ちょっと。お金にお困りで？あ、そうなんですよ。ちょっと金に困っててね。で、ほい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 。あれ？ジッパー人からげにはなりますがね。これまとめて、これでまとめて、ウルフスベインは、ウルフスベインでやってるよね。
うん、これもいらないし、ハンドガンもいらないよね。で、戦火、そう、ここら辺の武器もいらないし、無限弾にできればいいんだけど、とりあえずはもうここら辺は必要になってくると思うから、回復薬は必要で、鳥の生肉いらないから、とりあえずじゃあこれで。売りすぎて、私の財産がなくなっちまいだすって。じゃあどうしよっか。あ、とりあえずこいつはこれがあれば大勢殺せますよ。ずいぶんと物騒なことをおっしゃいますわね、あなた。どうしよっか。これにしとく。でもこっちが、なんだったっけ、セミショッチョな。あれ、あのマシンガンどこだったっけ、ソールドアウトになってんだ。あ、これか。あ、これだ、これだ。荷物の整理をおすすめいたします。あ、しばし。あ、シフト押しながら行かなくちゃいけないね。あれ？あ、こういうことか。あ、無理なのか。はいはいはい。ほい。あー、はーんはーん。ちょっと待ってね。ただこれ武器が、あー、一個多いなー。どうしよっかなー。こいつ、諦める？悩みどころですなー。ライフルはね、ちょっと、ね、全体通しているから、そうだね。いやいや。これいいとして。めっちゃ笑うやん。なんか面白いことでもしたかな。で。お買い上げありがとうございます。あ、いえいえいえ。こちらも必要なものだと思ってますんで。1万高いよね。で、マグナムラン。ハンドキャノンさんはこうなんだ。これな、最強だと思ったらね、全然強くないんだもんね。びっくりするよね。びっくらこういた。とりあえず武器カスタマイズはしたいんだけど、こいつはもういいか。こっちは無限にしとこうか。そっちの方がよさ。あ、違うな。無限にできるのが何かって話なんだよな。あ、ちょっと待って。あ、全然足りなかった。すぐに仕上げましょう。あら。物資の確保は何よりも重要ですよ。そうですよね。間違いありません。ね、まあ、とりあえずじゃあこれでいいか。素敵な旅になりますよ。あ、間違えた。ごめん。あ、ようこそ。あ、すいません、すいません。じゃあ、カスタマイズじゃなくて、アイテム売却で、ちょっと思ってたんですが、こいつはもういいかなと思いまして、ロケットピストルと WG。何買うんだ？あ、じゃあ間違え。昔の友の口癖でしてね。その昔の友って、島の爆破とともにお亡くなりになったか、そういうオチはないですよね。よし、で、装填数、ほい。この程度のカスタムでしたらすぐにできますとも。あ、ありがとうございます。じゃあ、これでお城に入っていって、あ、しょう、こいつ、そうです。で、あ、違うな。ショートカットで、1番。で、どうしようかな。あのね、すげえ操作しにくいんだよな。まあ、なんか、開けるしな。30発しかないんだよな。しかもなんか遅くない？あれ、こんなんだったっけ？よし、とりあえずじゃあ、お邪魔しまんにゃ。すごい外の空間のスケスケの家。あれ？すごい、雪が降ってきてるけど、大丈夫？このお城。寒くない？ローズがここに？もうなんか、ほんと別世界にいる気分になるよね、こんなされたらね。デュークさん、商談。さあ、皆さんのお好みは誰？まあ、右かな？で、こっちじゃん。特にないか。あ、そっか。でも、あれだね。売っちゃったけど、まあ、いっか。いや、なんだったっけ。閃光弾があった方が良かったのかなと思ったんだけどね。閃光弾がない代わりになんか使えたらいい。まあ、これがあれたらいいか。よいしょ。ちょっと、本当にこれ進みづらいね。大丈夫かな？ちょっと不安になってくるわ。あ、ちょちょちょ。ここは開かないんかい。じゃあ、こっち。で、くるっと振り返って。ん？なんか、キャー言うてるんだよ。あれ、ちょっと待って。
わあ、なんかすごい分かりづらいね、これ。こん、ほう。あ、なるほどね。この階段の先とかになってくると、あれなんだ。まあいいや。ちょっとまあ、だらっとやってしまったんで、とりあえずここを読む前に、とりあえずここに帰っていこうと思うんですが、ね、ここにまたね、あの、大男がね、ここでスペースがね、ちょっと出来上がっていくというところなんですけれども、一旦ね、この辺りでね、終了とさせていただきたいと思います。はい。じゃあね、いよいよね、巨乳ででかくてね、ババアというのがお好みの人たちがいるかもしれないんですが、ぜひね、ドミトリスク編もお楽しみに。音楽オンにオフにしてオンにしてるからか、びっくりした、なんか急にギャー言うてゴールデンワンロリティング、おーおー、はい、ということで、ぜひねチャンネル登録ボタンを押して応援よろしくお願いします。じゃあまた次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。